こんにちは、峰光太郎です。はい、この度ですね、数学セミナー4月号からですね、1年間連載をさせていただくことになりました。連載のタイトルは、線形代数学に改元する12の道と、いうことで、この連載に連動してですね、毎月動画をアップロードさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、そしてですね、連載内容について、感想や、ご質問、コメント等が、ございましたら、この動画のですね、コメント欄に、ぜひとも投稿、ください、よろしくお願いします。そして4月号から始まるんですけれどもね、4月号、連載第1回の副題は、科学が線形性に帰依するのかと、いうことになっております。全て内容を紹介してしまうと、雑誌を手に持っとっていただけなくなってしまいますので、ここではですね、冒頭部分だけ紹介したいと思います。はい、これから大学に入学する1年生に向けて線形代数学の連載をすることになりました。新入生に伝わるよう平易な内容にしつつも、一方では紀州の方にも楽しんでいただけるような読み応えのある記事が書ければと考えています。そんなことができるんですかね。また本連載は私の YouTube チャンネルと連動する予定でおります。ぜひ峰光太郎でご検索ください。まさにこの動画のことになります。はい、さて、線形代数と聞いて皆さんはどんなイメージを思い描くでしょうか。線形という言葉から直線的な何かが関係する幾何学の一分野を想像しましたか。あるいは代数という言葉から文字式の計算で使うような式変形の技法を想像したでしょうか。これらは当たらずとも遠からず、皆さんの想像を推し量りつつ、今日は線形代数学における最重要ワードである線形性についてお話ししますと。いうことでですね、第1回の連載では、この線形性、線形代数っていう、授業名の、に出てくる線形っていうこの熟語は何を意味するのかと、そういう話をね、ご説明させていただきました。はい。で、ここから先はね、具体的な内容ということになるんで、すべて詳しくお伝えすることはできないわけですけれども、見出しのみ紹介したいと思います。見出しの最初ですね、セクション1、線形代数学の狙いということでですね、この説では、線形代数を学ぶ目的は何かと、多くの理系の分野では必修の授業となっているわけですけども、この必修になっている理由はなぜかということをですね、専門的な言葉はあまり使わずに、予備知識ゼロの人にも伝わる形で、ざっくりと説明させていただきました。で、次のセクションですね、セクション2とセクション3は、下準備、それから線形写像の導入ということでですね、具体的な話に入っていくわけですけども、具体例を挙げるにしてもですね、まずはその線形性に関する数学的な定義をする必要があるわけですね。で、その線形性の定義をするためには、そのためにいくつかの道具が必要で、その道具の定義も必要になると。いうことで、下準備がね、非常に面倒くさくて、退屈だとは思うんですけれども、一応学問という性質上ですね、正確に述べないといけないので、退屈なのは我慢しなければいけない、そういうことになっております。はい、で、次のセクション4はですね、微分や積分にもある線形性ということで、これはこの事実自体非常に重要なわけですけれども、もう一つはですね、このセクション5以降の、伏線になっていると、いう形でこの性質を紹介しております。はい、で、次、線形と線形は違うの？言葉、発音するとね、全く同じなんですけれども、この線形という言葉の形っていう字ですね、これをその形という漢字を使う場合と、型というですね、漢字を使う場合があります。で、本屋さんに行ってみるとですね、両方の表示があって、これ何か違うのかなと、漢字が違って気になった方もね、いらっしゃるんではないかと思いますね。で、そこでこの違いについてね、解説しております。で、セクション6は、やっぱり線形写像が好きということでですね、これは第1回の副題ですね。副題は何だったかというと、科学は線形性に帰依するのかと、この副題のタイトル回収、これがセクション6になっております。はい、
で最後セクション7行列はどこへ行ったと、皆さん、まあ、これから線形代数の授業を学ぶにあたってですね、もしかしたらその高校の先生あるいはまあ先輩方からですね、まあ、線形代数の授業では、ね、あの行列の計算をまあ勉強するんだよっていうふうにまあ、ね、あの教わ、まあ、お伝え、ね、あの伝え聞いていることかと思います。でまあ、あの線形代数の授業にしろですね、まあ、何らかの連載にしろ、ね、まあ、大体ですね、大概その初回はあの、まあ、この連載あるいは授業ではね、行列を扱うんですと、ね、で行列は便利なんですよと、まあ、言った内容に、まあ、終始することが多いんではないかなというふうに思います。でまあそれではね、ちょっとありきたりかなと思いまして、ね、あの私の連載では、行列がですね、あの第1回、初回では一切登場しないと、ね、いう、まあ、あのぶっ飛んだ内容に、まあ、させていただきました。ね、まあ、もちろんその、あのまあ、内容が奇抜ならまあいいかというと、まあ、そういうわけではないわけですね。あのまあ、あの気をてらうことを優先してですね、あの本質を見失ってはまあ何の意味もないわけですね。まあ、あの一応まあ私としてはですね、あの行列の紹介よりもね、より本質に近づいた内容にできたんではないかなというふうに、まあ、あの私としては個人的にまあ思っておりますが、まあ、あの本当かどうかはですね、皆さん各自お読みになってあのご確認いただければと思います。はい、というわけで、あの、まあ、連載第1回の紹介は、まあ、以上ということになりますが、連載を始めた今ですね、まあ、少し迷っていることがございまして、それをまあ少しあの、まあ、残りの時間で紹介したいかなというふうに思います。はい、でそれはこのタイトルにあるですね、その改元という言葉、ね、をまあ何と読むかとね、まあ、改元と読むか改元と読むかとね、であの迷っているんですね。で一応まああの正しくはその改元と、ね、あのまあ読むわけですけれども、これを毎回改元と読むとですね、あのまあ堅苦しくなって辛くなっちゃう人も今いるわけですね。ちょっと改元という言葉はあの聞き慣れない耳慣れない言葉なんで、ね、あのまあこういう堅苦しい言葉を使うと、まあ、中には辛くなっちゃう人もいるわけです。まあ、意識の高い方はそういうふうには、いうふうにはお感じにならないかもしれませんけれども、ね、まあ、私なんかはですね、こういう難しい言葉を使うと、まあ、辛くなっちゃうわけですね。ね、ですから、まあ、私個人としては、もうちょっとラフにね、あの、改元というふうにまあ読みたいわけです。しかし、まあ、改元と読んでしまいますと、ね、まあ、正しくは改元ですよと、ね、まあ、しばしばこう、まあ、指摘されることになるわけですね。でまあ、あのこれはですね、そのまさにその間違ったとされているその改元という読み方がですね、こう今の社会でどの程度まあ許容されているかということが、まあ、あの問題になるというふうに言ってもまあいいかと思いますね。ですからこれは、まさにその、言葉の使い方にまあどれくらいこだわるべきかというね、まあ、話にこうなるわけですね。はい、でまあ、数学の話で言うと、ね、あのヒルベルトによればこう点をですね、机と呼んで、そして、直線を椅子と、ね、いうふうに呼んでもですね、こうユークリッド幾何学のそのシステム自体はこう成立すると、ね、いうことで、まあ、こういう考え方が、まあ、言葉の使い方を極端にこだわらない派の、まあ、あの言い分ということになりますか、ね、考え方になるわけですけれども、一方でその、こだわる派の人にとっては、ね、あの線形の、形の字ですね、形か型か、ね、まあ、これはあの読み方ではなくて、漢字の使い方の、まあ、こだわりということになりますけれども、ね、この字をどのように与えるかということにも、まあ、こだわるわけですね。でその、まあ、あのどこまでこだわるかという話になるわけですけれども、まあ、あの改元が間違いであるということについて、まあ、少し言い訳をしておきますと、ね、まあ、改元というのはですね、まあ、日常用語といいますか、としてはその目が見えるようになるっていうね、あのまあ医学的あるいは生物学的な意味で使うときにはその改元という言葉を使うわけですけれども、ね、これをですね、あのメタファー、ね、比喩としてまあ使っているんだということであれば、あのまあ改元という言葉でもあのまあ必ずしも間違いということにはならないわけですね。はい、でしかし、まあ、その、まあ、あの、何のメタファーとして使ってるかっていうと、まあ、基本的には、その、あの、技芸を極めるっていう意味の、まあ、メタファーとして、あの、ね、あの、見えるようになったと、ね、あの、いうふうに、まあ、あの、改元と、まあ、いうふうに、まあ、言うという、まあ、主張なわけですけれども、そもそもその、技芸を極めるっていう言葉にはですね、あの意味で、あの、改元という言葉、改元という言葉があるわけですから、ね、そもそも改元という言葉があるんで、わざわざ改元を使わなくてもいいじゃないかと、ね、まあ、反論されてしまうっていうのは問題もありますね。
一方でですね、じゃあそもそも技芸を極めるっていう意味で、これをまあ懐玄とこう呼ぶ、言うわけですけれども、それもまあ今ではその懐玄というのはまあ技芸を極めるっていう意味を表していますが、それはもともとはですね、もともとはそのメタファーとして使われていて、それがあのそのうちメタファーではなく、そのものを意味する言葉になったということだと思うわけですね。で、それは何の、もともとの言葉は何だったかというと、まあ、悟りを開いたっていう意味であったと思うんですけども、この悟りを開いたっていう意味をね、まあ懐玄と、ね、読むことも、もしかしたらまたね、あのそれもまたメタファーだったかもしれないと、ね、いうことで、まあ、あのちょっと言葉には詳しくないんで何とも言えないんですけども、まあ、全てメタファーということでね、まあ、こんがらがってくると、ね、まあ、そういう状況にあります。で、まあまあ悩んでいるという話なんですけれども、まあ結論と申しますか、ね。あの、この動画ではですね、あの、両方の読みを併用したいと思います。ね。で、まあ、あの、懐玄と、まあ、あの、正しい読み方も、まあ、することもありますので、ね。それをしてればですね、まあ、間違いを指摘されることはないでしょう。ね。いうことなんですけれども、まあ、一方でね、あまり懐玄という言葉を使って、形苦しくなるとね、まあ、辛くなり、なっちゃいそう。ね。まあ、そういう時にはね、あの、懐玄とね、あの、楽に、まあ、あの、読みたいと思います。それではあの次回来月5月号ですね、まあ、まだ3月なんですけれどもね、第2回はですね、副題は未定となっておりますね。あのもちろんすでにですね、あの原稿を上げてはいるんですけれどもね、まあ、編集からあの OK が出てないというかですね、そもそもあの良い悪いの感想もまだいただいておりません。はい、まあ、あの連載の作業というのは、まあ、こんな風にね逼迫しているわけですね。はい。で、まあ、あの、ただね、あの、内容及びのタイトルも含めまして、あの、かなりまずい場合はですね、あの、おそらく早めに連絡が来ると思うんですよ。ね。で、まあ、あの、早めに連絡が来てないということは、まあ、大体多分、まあ、OK になりそうなんじゃないかなと、ね。まあ、そのように考えております。はい。それで、まあ、ですから5月号、次回、連載第2回ですね。線形代数に開眼する12の道、連載第2回の副題は、まだ決まっておりませんが、多分、おそらく、行列は線形写像の曼荼羅、になると思います、はい。冒頭でも申し上げました通り、ね、連載の、感想や質問など、ね、この動画のコメント欄に、投稿していただけますと、幸いです。それでは、次回もお楽しみに。